変だと思ったんだよ。うちの店に密着取材なんてさ、宇宙人専門のテレビ局だったもんな。それもやらせの。でもさ、なんか嫌な感じだよな最近。御剣崎の地球爆破宣言、あの宇宙人たちも本当はそれを取材しに来たらしいじゃんか。とにかく俺たちは目の前のできることをやっていかないと。カツ兄の真面目発言も今回ばかりはその通りなんだよな。今回ばかりはってなんだよ。なんでこう暇かな。ついこの間まで爆買いしてたのに。地球が爆発するって時に T シャツは買わないよ。みんなさ、新社長の冗談真に受けすぎてんじゃねえの。まあね。よいしょっと、俺はちょっくら裏の倉庫行ってくら。あ、ニュースじゃ各国政府も真相を確かめるために躍起になってるみたいじゃん。どうやって？やっぱスパイとか送り込むのか。そんな時代じゃないよ。ネットからシステムに張り込んだりしてんじゃない。あ、ハッキングか。あ、そういや朝日今日臨時休校なんだろ。鶴ちゃんが心配だって言ってたけど。まさか会いに行ったんじゃ。行くぞ。ねえ、在庫のパッケージ。おい、お前たちどこ行くんだ。どうだ、似合うか。ティアドロップは面長の方に似合います。丸顔の社長にはむしろ。黙れ、電源を切るぞ。実はサングラスより大事なお話が。ただいまより社長の指令系統から外れることを宣言します。最新指令は地球爆破阻止および社長の暗殺です。ハッキング、 AZ 計画、何なんだこれは。ハドロン衝突型加速器、地球防衛軍アイゼン前社長がウルトラマンとして活躍するためのプランをまとめたものです。地球防衛軍だと。社長暗殺にその秘密兵器を使用させていただきます。できません。ハッピー。シュルちゃん、Go!
究極の力が今ここに。極みクリスタルルーボジャイロにセットして変身だ。ウルトラマンルーム、さらにルーボ降臨と連動、2つの必殺技を繰り出せ。最強なりきりセット、セット決定。ウルトラマンルーム、お色に染め上げろ。ルーブ、ルーブクリスタルをセット、レバーを引いて変身だ。さらに怪獣クリスタルも、ルーディオボーン、デラックスルーブジャイロ、そしてオーブリングネオでオーブダークに変身。ルーブジャイロにセットして必殺技だ、デラックスオーブリングネオ。バトンは火、フレンの炎、加藤は水、本敵の海。ウルトラヒーローズエキスポ2019。エキスポに染まれ。東京ドームシティ。ふざけた真似よ。なんだあれは。またまたあいつが呼び出したのか。私ではない。何者かがシステムにハッキング、コントロールしている。信じられねえな、お前の言うことなんか。お前と言い争う時間などはない。こっちだってな、聞く耳持たねえんだよ。朝日が捕まっている。あと10分で有毒ガスの犠牲だ。何？朝日を助ける。私に協力しろ。俺は騙されねえぞ。おい、万が一にも事実だったら朝日の命がかかってる。分かった、どうすればいい。朝日は私が乗り込み救出する。お前たちは変身してあいつを指定の場所まで誘導してくれ。俺ならハッキングを解除できるかもしれない。そっちは頼んだ、ヒサミ。ああ、乗り移る場所は連絡する。朝日を頼むぞ。されたって聞いてね、はい、ちょっと治療してやるよ、うん、もっとも無免許医師だけどね。心得その1、まずはネットとの接続を遮断。おお前何をしている。やめるんだ。大丈夫、すぐに楽にしてやるからな。やめろ、やめてくれ。怖い、怖いよ。システムダウン。私
意識が消えてよし、すぐに再起動してやるからな。すぐそばにいる。安心しろ。でもなんだか苦しくて怖いんです。安心しろ、すぐに助ける。それまで退屈だろうから、おとぎ話でもしてやろう。なるべく呼吸を少なく、おとなしく私の話を聞け。はい。昔1300年前くらい昔、暗黒合唱の怪獣ルーゴサイトが一つの惑星を丸ごと食べてしまおうとしていました。ルーゴサイトに食べられてしまったら、惑星に住む人たちが困ってしまいます。悪い怪獣をやっつけるために惑星 O50 で力を授かった3人の戦士がやってきました。ところがルーゴサイトはとても強く、なんとか1300年周期の楕円軌道に乗せるのがやっとでした。3人の戦士はどうなったんですか？ O50 の3人の戦士は力を使い果たして惑星に落ちていってしまったのです。でもその惑星は救われたんですね。ところがそれから1300年が経って、その惑星にまたルーゴサイトが戻ってきてしまいます。でも大丈夫ですよね？だって3人の戦士はその惑星にいるんでしょ？お前はのんきでいいな。朝日はいつだってハッピーです。朝日、どうした？朝日、返事をしろ。ミツルギ、ダーリンを再起動した。はい、ダーリン、キング・ジョーをコントロールできるか？命令解除。分離飛行形態で格納庫へ戻れ。あ、まだか。どうした、ダーリン、奴は動きを止めないぞ。早く。表面のバリア解除に成功しました。しかしキング・ジョーのコントロール不能。ヤツのコンピューターはすでに汚染され暴走している。イサミ、それに豪華特典もついてくるらしいぞ。これは手に入れるっきゃないな、カツニ。ウルトラマンルームブルーレイは11月22日発売。俺色に染め上げろ、ルーム。ウルトラマンライブピースオブジアース、歌とバトルの白熱のステージ、最新最強ヒーローをみんなで応援しよう。ウルトラマンライブで検索。俺の師匠ウルトラマンレオがブルーレイになって登場だ。あの厳しかった師匠もこんなに努力してたんだな。ウルトラマンレオブルーレイボックスは12月21日発売。日米合作アニメ作品ウルトラマン USA ブルーレイ発売決定。35ミリネガフィルムより HD 化、さらに通常の日本語吹き替え版に加えて英語版も初収録。ウルトラマン USA 好評発売中。朝日、
朝日、生きろ。スレちゃん、よかった。スレちゃん、主題歌を収録したヒットソングヒストリー最新作が登場。ここでしか見れないドラマパートも収録されるぜ。ウルトラマンヒットソングヒストリーニュージェネレーション編好評発売中。君もお家で一緒に歌おうぜ。ウルトラマンフュージョンホワイト、君のカードで染め上げろ。行くぞイサミ。オッケー、決めるぜ。俺たちの必殺技、ウルトラマンフュージョンホワイト、ブームの絆。まとうは火、グレンの炎。まとうは水、コンペニの海。スブラヤプロダクション LSS 監修、本物そっくりで自由に動く大人のためのアクションフィギュアシリーズ、 SH フィギュアーズウルトラマンループ始めます。シリーズ続々。大丈夫か勝兄。そいつの装甲は強力だ。勝兄は冷凍光線を、俺は高熱で温度差で奴の装甲を弱めるんだ。よし、セレクト、クリスタル、ウルトラマンビクトリー。バトンは土、琥珀の大地。ウルトラマンティガー、まとうは風、試練の疾風。ウルトラマンブリウィンド、
システムを起動。キングジョーに了解。怪獣拘束システム起動。ビームはウルトラマンに。え？発射！触るな。これはお前たちのような偽物が持つべきものではない。これは私の兄たちのジャイロだ。なんで？鶴ちゃんは悪い人じゃないのに。古き友は言った。彼らがなす最大の害は人々を善人と悪人に分けてしまうことだ。オスカー・フィンガル・フラハティ・ビルス・ワイルド。キングジョー、身長55メートル、体重48,000トン。強力な破壊光線に体を覆う硬い装甲、攻守に優れた能力を持つロボット怪獣だ。次回も見てくれよな。
三剣のやつにジャイロを奪われるなんて。一体何を企んでいるんだ。これも地球を爆破するために必要だっていうのか。そろそろ教えてくれ、三剣から何を聞いたんだ。行くぞ勇、目の前の救える命を見捨てるわけにはいかない。次回ウルトラマンルーブ星屑の記憶、俺色に染め上げろルーブ。